ジョージ5世位、1865年6月3日1936年1月20日は、グレートブリテン及びアイルランド連合王国並びに、海外自治領の国王、インド皇帝、ウィンザーサの初代君主。当時プリンスオブウェールズだったアルバート・エドワードと、アレクサンドラ王大使妃の第二王男子として生まれる。1865年7月7日。 ウィンザー城のプライベートチャペルで洗礼を施される。大父母には、ハノーファー国王ゲオルク5世、デンマーク王妃、ルイーゼ並びに、フレゼリク王大使、ライニン元公、エルンストレオポルド、ザクセンコーブルクゴー太公エルンスト2世、ケンブリッジ公、ジョージ、オーガスタ・オブ・ヘッセカッセル、ヘッセン大公妃アリスがいる。出生時には、父王大使と、兄、アルバート・ビクターに次いで、 大継承権、第3位の地位にあったが、父と兄への大継承が期待されており、ジョージの即位を予想する者はいなかった。幼少期のジョージ幼少期は、兄と共に、父が召成した、家庭教師ジョンニール・ダルトンから学ぶも、兄弟共に学業面での出来は芳しくなく、現在でも残されている、ジョージ五世事室の文書には、誤字が多く見られることで知られている。 1877年9月には海軍を男児にとって最高の教育の場と考えていた父の方針によって兄と共に海軍兵学校に入学し練習船ブリタニアにおいて教育を受けることとなった。1879年に少尉候補生となり兄と共に家庭教師のダルトンを同伴させた上でバッカント級コルベットバッカントに3年間乗船。 西インド諸島や南アフリカ、オーストラリアなどの植民地をはじめとして、南アメリカ、地中海、エジプト、極東を訪問した。1881年10月には、その後同盟国となる日本を訪れ、現地の堀、地を宮崎氏に、竜の入れ墨を自身の腕に入れさせたほか、11月には、京都で狂言、墨塗り、腰、祈りを鑑賞した。 ダルトンはその際の後悔期を記しているが、記録によるとメルボルンとシドニーの間で伝説上の幽霊船であるフライングダッチマンを目撃したとされている。帰国後は兄がケンブリッジ大学のトリニティカレッジに進んだのとは対照的に海軍に残った。その後は1884年に注意、1886年には 大尉となり、1890年から翌1891年にかけては、法官スラッシュの艦長として、北大西洋上の勤務にも就いた。また、植民地を含む、世界各国を訪問し続けたことから、ウィリアム四世と並んで、セーラーキングと呼ばれるほどの航海好きとしても、知られるようになり、射撃の名人としてもその腕を磨き続けた。ーク港。 ジョージ海軍軍人として、ジョージは長年おじエディンバラ公爵、アルフレッドの指揮のもとにいた。マルタに駐在した際、現地でおじの長女マリー・オブ・エディンバラと恋に落ちて、結婚を申し込み、彼女もそれを承諾した。祖母、ビクトリア女王と双方の父は、この結婚を歓迎したものの、ドイツ嫌いのジョージの母アレクサンドラと、イギリス嫌いのマリーの母マリア・アレクサンドロブナがこれに、 反対し、最終的に婚約は破棄されることとなった。1891年に、兄アルバートは、フランツ・フォンテックの長女ヴィクトリア・メアリーと婚約したが、婚約の6週間後の1892年1月14日に、兄は肺炎により公居した。これによってジョージは、父に次いで王位を継承しなければならなくなり、海軍も退役することとなった。同年月日には、 ヨーク公爵インバネス伯爵キラニー男爵の爵位を賜った。メアリーを将来の王妃にふさわしい人物として考えていたビクトリア女王は、ジョージにメアリーと結婚するよう説得した。この説得を受け入れた、彼はメアリーに結婚を申し込み、彼女もこれを受け入れ、1893年7月6日にセントジェームズ宮殿のチャペルロイヤルで結婚式が取り行われた。 夫妻は、ノーフォークのサンドリンガムハウス内のヨークコテージにおいて、新婚生活を始めることとなった。ジョージは、両親とは、対照的に、質素で静かなライフスタイルを好んだ。そこでは、狩猟と切って収集にばかり没頭しており、ジョージ5世の公式電気作家も、ヨーク公時代に関しては、著書の中で何も書くことはないとしている。特に、 切手収集の面に関してはその筋でも名の知れた収集家であり、その変質的とも言える熱狂ぶりは、インテリ層からは別紙の対象となった。1901年1月22日に、ビクトリア女王が崩御したことに伴い、父王大使がエドワード7世として、王位を継承した。ジョージは、法廷推定相続人として、王位継承順位1位となり、それに伴い、 コーンウォール公爵とロスシー公爵の爵位を賜った。その後は海外歴法へ発令し、オーストラリアでは連邦議会の開会に森林。その他にもカナダやニュージーランド、南アフリカを訪問し、ニュージーランドでは訪問の記念としてオークランドのコーンウォール公園にその名を残すこととなった。同年11月9日に、 プリンス・オブ・ウェールズとチェスター・伯爵の爵位を賜った。これを機にエドワード7世は、息子に、将来の国王としての役割に備えさせるべく、母から国政に関わることを禁止されていた自分とは違い、国事に関する書類に広く接する機会を設けさせた。ジョージは、妻、メアリーの助言を頼りにし、メアリー自身もしばしば夫がスピーチを書くのを手助け、したことから、 彼女自身も次第に国事に関わることとなった。インド皇帝即位式典1910年5月6日に、エドワード7世が崩御したことに伴い、ジョージ5世として大井継承し、翌1911年6月22日に、ウェストミンスター寺院で大冠式を取り行った。日本からは、東伏見宮より人新郎らが参列した。大井に着いた直後は、 内閣と貴族院の構想問題への対処に取り組んだ。これまで貴族にとって不利な法案には、貴族たちが法案に拒否権を発動することが常とされていたが、ジョージ5世はそれに対抗する手段として、法案通過に賛成する貴族を新たに除赦するといった体験の発動を主張し、時のアスキス首相を支持した。これによって、永年職権を乱用し続けてきた貴族たちも、 黙らざるを得なくなり、同年には議会法が成立し、貴族院の応募は封じられることとなった。同年12月には、イギリス領インド帝国を訪問、デリーで行われた、大韓式典の時、インド皇帝として即位したことを宣言し、これに伴う形で、インド人への叙勲が大々的に行われた。大冠式典以降も、皇帝国王は、インド各地を巡行したが、 その際も、ジョージ5世は趣味である狩猟に熱中し、記録に残っているだけでも、虎を21匹、肘を1 0以上飼っている。1911年5月には、ドイツ帝国より、元帥に除せられた。第1次世界大戦期団チャーチで、陸軍、第29師団を診断する、ジョージ5世1914年の第1次、世界大戦の開戦に伴い、 イギリスとドイツは戦火を交えることとなった。ちなみに、ドイツ皇帝ビルヘルム2世はいとこにあたり、重慶帝同士が第一次世界大戦で敵同士として戦ったことになる。ジョージ5世の祖父アルバートは、ドイツのザクセンコーブルク号竹出身だったことから、ジョージ5世、同期と王子王女は、ザクセンコーブルク号竹の王子、王女並びに、ザクセンコー夫妻の称号を有していた。 このことからジョージ5世は国民の反独感情を考慮して1917年7月17日にドイツ由来だったサクスコバーグ豪だの加盟を居城に違んでウィンザー家と解消することを宣言した。1917年12月11日にジョージ5世が公表した直居上では王子、王女の身分と殿下の継承は国王の子供、国王の息子の子、 プリンス・オブ・ウェールズの長男の長男に与えられるものとされた。これに伴い、ジョージ三世の彦にあたるカンバーランド・テビオット・デール、コー・アーネスト・オーガスタスが、イギリス王族としての身分と称号を剥奪された。また、ビクトリア女王の孫で重帝にあたるオールバニコー、チャールズ・エドワードも、条件は満たしていたものの、ドイツ陸軍の将軍として、イギリスに敵対的な立場にあったことが問題視され、 アーネスト・オーガスタスと同様の措置が取られた。1917年のロシア革命によって、重帝のニコライ2世が祖国を離れざるを得なくなった際、イギリス政府は皇帝とその家族を亡命者として受け入れる用意を、したが、社会主義革命がイギリスにまで波及する恐れがあると考えたジョージ五世がニコライ二世一家の亡命を拒んでいる。皇帝一家の救出作戦は、 情報機関の一つであるミリチによって企画されることとなったが、ボリシェビキの位置の特定が困難だったことや、第一次大戦中だったことなどもあって、計画は頓挫し、最終的にニコライ2世と妻のアレクサンドラ5人の子供たち一家7人は、1918年7月17日にボリシェビキによって処刑されることとなった。 翌1919 19年には、オバマリアフヨードロブナと十枚一家など、過労うて生存した一部皇族、貴族たちが、クリミア半島のヤルタに遊兵されていることが判明した際は、戦艦、マールバラを差し向け、おばたちをクリミアから国会を経て救出することに成功した。大戦後大戦後は、オーストリア・ハンガリーやドイツ、ギリシャ、スペインといった、 君主制国家の大部分は没落することとなった。ギリシャでは、1922年に起きたクーデターによって、重帝のアンドレアス王子が革命政府から死刑を宣告されたことから、ジョージ5世は、軽順洋艦、カリプソを差し向け、アリス妃を含めた、重帝一家をフランスへ亡命させた。なお、一家の子女の中には、後に、孫娘のエリザベス王女と結婚することになる。 フィリッポスがいた。その後は、アイルランド独立戦争をはじめとする、核営業植民地における独立運動の拡大や、世界恐慌など、大英帝国の君主として国内外において様々な問題に直面することになったが、アイルランド独立法案を成立させ、自治領として将来の独立への足がかりを作ったり、世界恐慌時の財政難に際しても、 ラムゼイ・マクドナルドからスタンリー・ボールドウィンにまで続く、巨国一致内閣の成立に尽力し、予算の均衡を維持すべく、自ら王室費の削減を提唱するなど、要所要所で活躍する場面も見受けられた。晩年1926年の帝国会議にて1926年には、ロンドンでイギリス帝国会議を主催し、イギリス連邦の構成に関する憲法上の関係について、 帝国内の自治領諸国の地位は本国と平等とするとの旨を記したバルフォア報告書を作成し会議において採択宣言された。1931年に発表されたウェストミンスター憲章では国王の地位をイギリス連邦構成国の自由な連合の象徴であると正式に定められた。また検章の全文では前述のバルフォア報告書を鑑みた上で 王位の継承や国王の称号に関する法律の変更は、全治治療の閣議会の同意が必要であると記されることとなった。また、現在イギリスで毎年の恒例となっているクリスマス演説も、ジョージ5世の治世下である1932年から始まっている。また、ドイツで時をほぼ同じくして、ナチスが勢力を拡大しつつあることを懸念し、 ベルリンの中毒大使にファシズムの台頭を注視するよう呼びかけている。1935年の即位25周年記念式典では国民に向けて自らをごく平凡な一人の人間に過ぎないと述べ、この頃からジョージ5世は国民から広く愛される国王となった。長男エドワードとの関係イギリス空軍元帥の制服を着用したジョージ5世しかしその一方で、 王太子の立場にありながら、人妻であるアメリカ人女性オリス・シンプソンとの結婚を望み続けるなど、様々な問題を抱える第一王子エドワードとの関係は、年を追うごとに悪化の一途をたどり、ジョージ5世は将来第一王子が自身から王位を継ぐことになるといった事態に頭を悩ませていた。対照的に第一王子と違って気まじめで誠実な性格である、 第二王子アルバートとは、良好な関係を維持しており、孫娘のエリザベス王女を溺愛していたという。この問題に関して、ジョージ個性は、自分が死ねば、一年以内にエドワードは破滅するだろう。長男には結婚も後継ぎを設けることも望まないし、バーティーとリリベットと王冠の間に、何の邪魔も入らないことを祈っていると言い残している。そして彼の死後に、その予感は的中し、 実際に、ほぼその発言通りとなった。放御第一次世界大戦によるストレスは、ヘビースモーカーだった、ジョージ5世の喫煙量をさらに増やすきっかけとなり、長く排気種や、気管支援、慢性閉塞性肺疾患、胸膜炎を患った。また、第一次世界大戦中の1916年に、戦線に行行している最中に落馬事故に遭い、戦後も、 その際に負った傷の後遺症に悩まされていたことも、体調の悪化に拍車をかけることとなった。1928年に病状が悪化した際は、ウェストサセックスのボグナー・レイジスの海岸保養地で療養生活を送り、以降2年間は、第1王子エドワードが国王の代理としての役割を果たした。以降も、ジョージ5世の健康が完全に回復することはなく、 晩年には時折酸素の投与が必要な玉体になっていた。1936年1月15日の夕方にサンドリンガムハウスで風邪をこじらせてからは徐々に意識が遠のき、1月17日の日記にはどうも猛禄したようだと記した。1月20日の午後11時55分にジョージ5世は崩御し、主治医の証言によると、 臨終間際の最後の言葉は、ガッテムユチクショー、畜生、だったという。なお、ジョージ5世の主治医、バートランド・ドーソンは、家族の同意を得た上で、なるべく苦しませずに放御に至らせるため、国王に致死量に値するコカインとモルヒネを投与したことを日記に記し、この事実は1986年に公表された。これについては、国王の放御が大衆史ではなく、 高級史において発表されるべく、放漁の時刻を操作したのではないかとの噂がある。ジョージ5世の放御を受けて、1936年1月20日に、第一王子エドワード8世が王位を継承した。ドイツの作曲家、パウル・ヒンデミットは、イギリス滞在時に、ジョージ5世死去の方に触れ、死去の翌日である1月21日に、追悼の作品として、わずか6時間で、 早々音楽を書き上げた。さらにその翌日、自身のビオラ独奏、およびエイドリアン・ボールトが指揮する BBC 公共楽団との共演により、BBC メモリアルコンサートの生中継において、同曲を初演した。2010年のイギリスの歴史ドラマ映画、英国王のスピーチでは、マイケル・ガンボンがジョージ5世の役を演じた。なお、主役は、息子のジョージ6世である。 海軍では、即位後の1911年と死後の1939年の2回にわたって、ジョージ5世の名を冠した戦艦が建造された。また、水兵を対象としたキング・ジョージ基金をはじめとして、数多くの慈善団体に、自身の名義と金銭を寄付していたことでも知られている。ジョージ5世とニコライ2世以下、国名五十音順。括弧内の年代は授与された年。このほか。 ドイツ帝国両方諸国などからも勲章をもらっている。ありがとうございます。